今日の太平洋側では晴れてお出かけ日和となります昼間は日差しのぬくもりを感じることができる体感となりそうです山口さん今日は太平洋側、はい、昼間は気持ち暖かいのですか、はいはい、そうですね、えー、この晴れるところがまず多いそして風もね、えー、弱いエリアが多いので日差しのぬくもり感じられるかと思います、はい、まず天気の分布ご覧ください、えー、今日の特徴ですけれども関東から西の太平洋側については朝から晴れるところが多くなります、えー、その中 まで近畿地方なんですけれども、こちらは北からの空気の湿った空気の流れ込みが続きまして、近畿の中部ですと、これちょっとねこの雲が多めになる可能性があります。まあ、日差しが出ても、まあ、時より雲がまた出てくる。こういったことを繰り返す見込みです。でそれ以外のところはまあ概ね晴れということになりまして、予想気温。 えー、この分布で見てみますとね、この14時、まあ、最高気温が出る頃ではこのピンク色10度以上のエリアがかなり広範囲に渡ります、えー、関東でもま東京12度など、まあ、西日本の太平洋側でもま10度台前半といったところが増える中で今日ねその中で関東は 風がちょっと強めに、えー、今日もまだ吹きそうなんですね、えー、日差しの下ではその大ぬくもりがあったとしても日陰など入りますと結構寒さの方が優勢になる可能性があります、えー、関東エリアは風を通しにくい服装があると良さそうです、はい、まそれ以外のところ近畿についても日が掛けるとちょっと寒そうただ東海から西のエリアについては晴れるエリアは日差しのぬくもりありそうですはい この後は太平洋側では晴れて日差しが届きます。明日になると天気崩れやすいところもありますので、今日の日差しを有効活用するようお願いします。詳しい情報はお天気アプリウェザーニュースからご確認ください。